ちょっといろいろなランダムなことで言おうと思って、最近バス乗ってて、なんかこう席の上になんか青い LED のちょっと箱みたいな、なんだろうと思って、でコンセントあった100ボルトの携帯充電するためのバスにあって、どうどうしたっす、見たことなかったから、見たことなかったから。あとですね、バスがアナウンスあるじゃない、録音の次の駅はどん、次のバス停の名前言うとか。で最近よくあの運転手さんがマイクがついてからずっと喋ってる、これから曲がります、すぐ止まりますとか、あれはなんか録音だけの方がありがたいと思うんだよ、皆さん、まあ安全のためと思うんですけど、うるさい感じですよね。あと何だろう、年末で平成30年そろそろ終わりますね。まあ他の何かだと思ったんだけど、まあいいや、そのぐらい。